ニュージーンズがイタガム、イタガム、に引き続き、ゼロ、ゼロ、ブランドの新広告モデルに起用され、2024年春より広告コミュニケーションが順次展開される。Z 世代を中心に世界中から注目を集めるニュージーンズのグループ名は、いつはいても飽きないジーンズのような時代のアイコンになる、という抱負と、ニュージェネス、新しい遺伝子、になる、という意気込みが込められている。00 は1996年の発売当初より、次世代に向けた新しいチョコレートとして、砂糖、糖類ゼロ、食品表示基準に基づき、糖類 0.5g 未満、100g あたり、お糖類ゼロ、ゼロ、としている。砂糖は食品表示基準における糖類に該当。糖類は糖質の一部。本品は糖質を含む、という新しい価値を付与し、多くの方の、食べられない理由。 をなくすことで、食べる喜びと、健康的な生活をお客様に提供してきた。発売から28周年を迎える現在はチョコレートだけでなく、アイスやビスケット、キャンディカテゴリーの商品もラインアップし、様々な美味しさを届けている。また、2022年からは韓国のロッテウェルフードも、00の発売を開始した。時代の先端をけん引する、00 とニュージーンズが出会うことで、今後より一層多くの方に、佐藤、糖類ゼロなのに美味しい、という魅力を伝えるため、2024年春より、韓国のロッテウェルフードと同時にコミュニケーションが展開される。広告に関する詳細は、随時発表される予定だ。